一番人気のソウルオリエンスは、大外から追い込むも、三着に敗れました。やっちゃったな。こんなもんでしょ。なんとか三着は確保。外回しすぎなんだよ。距離が伸びれば伸びるほど機種の差が出る。勝ち馬より何メートル多く走ったのか。とうとう連帯を外してしまいましたね。距離が長い。皐月賞はいろいろ恵まれただけなのに、まだ一番人気なのか。ダービーも前哨戦も完敗なのに一番人気。鞍上の交代を希望する。この馬右回りは膨らむよ。馬は頑張ってるよ。ぶっつけのタステーラにも乾杯か。有馬記念なら楽しみはある。D マジェスティ級。2000までの馬でしょ。ナミュールみたいに騎士変えたらあっさり勝つかもよ。上がりでもブレッサに負けてるし、今日は誰が乗っても勝てなかったよ。あんまり成長してないね。三着、ソウルオリエンス。横山武史騎手。折り合いもついて、4コーナーでも手応えは良かったけど、いつもの爆発力がなかったのは距離かなと思います。馬は力は発揮してくれ、よく頑張ってくれました。